はい、カメラマンの石山です。今日はですね、このストラップの話をちょっとしたいと思ってます。これピークデザインのストラップなんですけども、2018年の、10月発売された EOSR をですね、購入した時に、動画も撮るということを前提に、ストラップが取り外しできるやつがいいなと思って、いろいろ探した結果、このピークデザインのですね、このストラップを購入して使ってるわけですけども、で、今回 EOSR6 を購入して、R6 もですね、動画も撮ったりタイムラプスやったりとかっていうことを、することもあるので、ストラップの取り外しができるといいなということで、いろいろと探してました。でも結果的にはですね、このピークデザインのストラップが一番、使い勝手というか、いいなと思って購入したんですけども、この最初に購入したやつがですね、結構細めの方のタイプを選んだんですね。で、競馬の時に3台体制とかですと、1台はこう首にかかるんですけど、一応 EOSR の、EOSR をですね、バッテリーグリップ外して単焦点の35ミリをつけて1台こう持つっていうパターンをやってたんですけど、首にですね、こうかかってくるときに、もうちょっと太い方がやっぱり首は楽だなっていうのがあって、今回ですね、このピークデザインのもう一本必要になったので、太い方をですね、購入しました。なんですが、これがね、結構撮影をする時のですね、ストラップ、つけたままね、撮影する時に意外と良くないなというか、意外と邪魔だなっていうのが分かりまして、今ちょっと R6 の方につけてみるんですけど、こうやってね、ここでワンこうかなり安心感があって、いいなぁと思ってるんですけども、で、こんな感じになるんですけども、これがですね、こんな風に太いとですね、形がこう馴染んでないっていうのもまだあるんですけど、で、ここがね、短いので、ピークデザインっていきなりここの横にこう切っちゃうんですね、2つともね。とですね、結構首から下げて使う分にはって思うんですけども、でもこの分かりますかね、この2つ両サイドにこの幅で来ちゃうって、結構ね、結構邪魔です 邪魔ですっていうか、結構、これはちょっと今、首は楽そうなんですけども、意外と失敗だったなというふうに今ちょっとね、思っていて、で、やっぱりこの細い方の方が、この細い方がですね、使いやすいのかなっていうふうに今ちょっと思ってます。で、細い方だとですね、落下防止にこうやって一つね、一回手に回してもそんなに気になる太さではないので、あまり気にならないなというふうに思ってるんですけども、ちょっとね、想定外な太さで、ってか太さは自体は分かってたんですけど、この膨らみね、この膨らみ、ここで見た方がいいかな、この膨らみ、これがね、結構ね、ちょっと今カメラをですね、つけて、夜とかはこうここで垂らして吊るしてるんですけど、全然形馴染んできません。
サンニッパーのですね、ストラップがちょっと最近へたってきてるので、まあこれをサンニッパーに回してしまおうかなって今ちょっと思ってます。機能はね、すごくいいんですよね。こういうところのこういうね、非常に使いやすいなって思うんですけども、まあ何せちょっとここが太すぎるかなっていうところで、皆さん買うときはですね、よく吟味して購入された方がいいのではないかなと思います。使ってると馴染むのかなっていうのもあるんですけど、でもちょっとこれは、やっぱりちょっと太すぎたかなっていうところで、思ってます。スチールだけ撮る分にはいいんですけど、動画撮る時にちょっとストラップやっぱり外したいなとかね、夜長時間の録音する時にも風でちょっとこう嫌だなとかね、思うんですけど、まあ、その辺はね、まあ、いろいろなストラップがあるので、もう少しストラップを少しね、探そうかなと思ってます。で、ちなみにこの XE3、 すごい細いストラップなんですけど、これね、一応やっぱり取り外しができます。これもですね、ジンバル乗せたりとか一応する予定だったので、外せるのがいいなと思ってこれを購入したんですけどね。まあそんなに高くないやつなんですけど、ここがね、ちょっと細くて、心もとないんで、あまり重いレンズはつけたくないかなっていう感じですね。まあ純正ストラップというのはね、そういう意味ではよく、まあ、できてるんですけども、ちょっとね、まあ取り外しができるストラップでいいのがあれば、なんか購入したいなと思ってます。ということで、まあ、日曜日の昼間ですけども、これからちょっと夕方にかけて近場をカメラを持って散歩しようかなと思っております。ということで、ありがとうございました。